や、行くとしよう。何を作りたいんだ。また来てくれよな。やあ。ありがとう。あいつら、俺の同期は巨人に勝てますかね。はあ、壁外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ。しっかりしろよエレン。これから俺たちは団長考案の小距離索敵陣形を取る。分かってると思うが、先方の兵が索敵伝達を行い、陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし行動が予想できない機構種に対しては戦闘が必要だ。今は隊列を乱すなよ。長距離索敵陣形展開。じゃあな。アルミ、巨人と出くわしてもちびんなよ。陣形を保持しつつ目標地点を目指す。巨人はどこにいるかわからん。慎重に進め。新兵、しっかりついてこいよ。ビビって遅れるんじゃねえぞ。相手になるよ。巨人が現れたぞ。こいつは討伐しといた方が良さそうだ。新兵、やるぞ。討伐完了。拠点は頼んだ。よし、討伐完了だ。先に進むぞ。新兵、俺たちからあまり離れるな。一人で無茶はするなよ。やるよ。クソ、また巨人か。
くわ。続けて鉢合わせるとはついてねえ。取りこぼしか。幸い数は少ないようだな。他にも巨人が隠れてるかもしれねえ。注意しろよ。なってきてるぜ。ったく、索敵班は何やってんだよ。今のやる。こんなもんか。相手になるよ。巨人に出くわすとは、何か起こっているのか。まさか索敵が機能してねえのか。見ろ、縁談だ。すでに陣形が乱されているらしい。新兵、他の班に口頭伝達を頼めるか。他の班を見つけたらそのまま合流しろ。これを持っていけ。絶対に死ぬなよ。次だ。この辺りは巨人が多いね。もっと数を減らしておかないとまずそうだ。私たちは後続の班と合流して移動する。君も気をつけてますね。無茶はするなよ。討伐完了。拠点はここだね。
陣形が乱れちまってるようだな。次だ。相手になるよ。せ。こんなもんか。悪いな、新兵。しかし巨人が多すぎるぜ。もっと討伐しといた方が良さそうだな。やるよ。俺たちは後続の班に合流する。お前も無茶すんじゃねえぞ。巨人が出てくるなんてな、座学で聞いてた話と違うんじゃねえか。うちは後だ。まずはここを切り抜けるぞ。こんなもんかい。お前なんでここに。マイ、手を貸してくれ。状況は異常だろう。もっと周囲の情報が欲しいところだが。おい、円弾が上がったぞ。あっちにはアルミンの班がいるはずだ。よし、円弾の方へ行ってみるぞ。火星が必要かもしれん。また巨人が現れたら、こいつが役に立つかもしれんな。我々は後続の班が来たら一緒に移動する。君は先に行ってくれ。
拠点は頼んだ。終わりだ。こんなもんか。やるよ。シンペ、いいところに来た。加勢してくれるか。よろしくな。さあ。助かったよ。巨人が予想以上に多くてね。こいつで様子を見ておくことにするよ。私たちのことは心配無用だ。後続の班が来たら合流するからさ。拠点を作ってくれ。拠点だ。助けが必要だな。巨人がいるんだよ。飛行士か。いや違うんだ。あいつは巨人の体をまとった人間、エレンと同じことができる人間だ。片付けよう。あのいい血した巨人が人間だと、どういうことだ。あいつは人を殺すために殺す。空だけど他の巨人とは本質が違うんだ。超大型巨人や鎧の巨人が現れた時、大勢の巨人を引き連れてきたのもきっとあいつだ。あいつの目的は一貫して人類への攻撃。誰かを探してるのかも。もしかしてエレン。エレンだ。だがエレンならあいつが来た右翼側にいるはずだ。僕の企画紙には右翼前方と書かれていたけど、そんな前線に置かれるわけはない。じゃあエレンはどこにいるってんだ。この陣形の一番安全なところにいるはず。だとしたら中央の後方あたりかな。そんな複雑な話、口頭伝達じゃねえと無理だ。それより俺たちで奴を足止めした方がいい。この前司令班が潰されれば陣形は崩壊して全滅だ。俺たちで奴の気を引いて時間を稼ぐしかねえ。
にはこれがあるから、しばらくここに留まってみるね。後から来た班に合流するから大丈夫。あなたたちは先に行っててね。長く時間を稼ぐぞ。ただし無理はするなよ。あいつには本当に知性がある。みんな気をつけて。やった、奴の動きが鈍くなったぞ。次は十分だ。急いで離れるぞ。そんな、なぜ。あっちは中央後方。もしかしてエレンがいる方へ。